いどうも、しろみんでございます。今どこ来てるかというとですね、新今宮、大阪の新今宮のホテルに来ています。ホテルの名前がホテル中央クラウンっていうところでございます。2800円で泊まってるという割とね、安めの、西成にあるですね、安物のホテルに泊まっております。というのもね、明日から沖縄に行くのでございますが、ビーチのですね、7時台の飛行機乗ろうと思うとですね、高槻からだとですね、朝行けないという状況になってます。でね、車で行く人は別ですね、車で行く人は別ですが、この動画撮ってるのは何でかというとですね、朝の7時台にですね、ビーチに乗ろうと思うと、各都市からどういう状況になるのかというのをちょっとですね、まとめてね、お伝えできればと思っております。ということでですね、早速始めていきたいと思います。それでは、でね、まずビーチに乗ろうと思うと7時に飛行機が飛び立つとすると、ビーチのチェックイン時間が出発時間の30分前は基本なんですけど、関西空港の場合は、特例としては25分前にチェックインをしなくてはいけません。ということはね、7時の飛行機乗ろうと思うと、第2ターミナルに、6時35分には着いておかなくてはいけないということになります。でね、関西空港よく行かれてる方はご存知だと思うんですが、ピーチは第2ターミナル、だいたい鉄道やバスとかで、ね、着くのが第1ターミナルになります。で、第1ターミナルから第2ターミナルまで、移動、バスの時刻にもよりますけど、5分から10分ぐらいは、見とかなくちゃいけないのかなと思います。となるとね、関西空港に6時25分には着いていかなくちゃいけないということになります。で、関西空港に6時25分に着こうと思うと、6時25分に着かなくちゃいけないというとですね、まず南海のラピートの始発が、南海ナンバー6時発なんですね。で、関西空港6時38分着ということで、ラピートの1号に乗ってもですね、実は間に合わないというような状況でございます。はい、でね、南海電車でもし関西空港に明日着こうと思うと、5時30分ナンバー発、6時13分関西空港着、どちらが一番いいかと思いますが、もしそれが無理ならば5時43分発、6時27分発着、ここでギリかなというような感じでございます。はい、はい、ということでですね、もし今5時30分にですね、ナンバーにつけるところにお住まいのあなた、おめでとうございます。別にその仕事をする必要はございません。5時半にナンバーにつけるところというのはどこでございますでしょうか。はい、もしあなたがですね、大阪に住んでて御堂筋沿線に行けるとしてもですね、千里中央の始発が5時4分ですね。で、ナンバー着が、5時32分ということで、ギリ乗れません。失礼しました。はい、ということでですね、割とですね、5時半にナンバー到着してですね、電車に乗るというのは結構難易度が高い話なのかなと思います。潮みんなに言うてんのと、何回がダメやったら JR でしょうと、そういうあなた、まず JR、 次 JR 調べてみましょう。まずはるかなんですが、はるか関西空港行き、京都発5時45分でございます。しかしですね、残念ながら、関西空港1時10分着になります。残念。はい、じゃあですね、 JR では、7時台のピーチ乗れ、7時台か7時のピーチ乗れないのかというとね、あります。はい、5時25分発の、天王寺5時25分発ですね、6時9分着という関西快速が走っております。はい、天王寺までですね、5時25分に出れるあなた、おめでとうございます。この方に関して言えばですね、5時25分の天王寺から、関西空港に行っていただくことができます。はい、以上ね、南海とね、JR の状況はこんな感じかなと思うんですけど、潮見ちょっと待てと、いろいろもっと方法があるんじゃないかとお待たせしました。いろいろ方法がございます。次にご紹介するのが、バスですね。やはり
いろいろね、空港に行くのにはバスがね、いろいろいい味を出してくれております。じゃあバスのご紹介していきます。はい、関西空港行きのバスをちょっと調べてみましたら、5時半にね、新梅田のね、新阪急ホテルに出れるあなた、おめでとうございます。5時半にね、新阪急ホテルに、行ける方はですね、6時22分に、こちらいいですね、やっぱりさすがに空港バスで第2ターミナルに直接着きます。5時半に出発、6時22分に着というようなダイヤがございます。はい、5時半に、大阪に、大阪梅田に出れる方は、おめでとうございます。はい、おい、シェミン、俺京都なんやけど、京都からどうなんよっていうあなた、京都からもバスが出ております。はい、京都駅八丈口、こちらは早いですね、4時30分、京都の八丈口まで4時半に出れるあなた、おめでとうございます。7時までには、関西空港第2ターミナルに、着くことができます。でね、はい、十分でございます。ただ次のやつがですね、5時50分発なんですけど、これで行くと、関西空港7時台になってアウトになりますので、4時30分のバスに乗ることが京都の人は必須になってまいります。残念。はい、あと違うね、違うね、俺神戸やね、神戸やったら飛行機乗るのに船あるやんっていうあなた、ございます。海上アクセスターミナルの船でございます。ベイシャトルでございますね。ベイシャトルのね、始発というか、船がですね5時半に出ております。これでしたら、関西空港ターミナル第2にね、6時20分頃には着くんじゃないかというように、書かれております。ただしね、ここにね、神戸空港5時半の、ビルには、ビルにはボートライダーの接続はございませんというような記載がございますので、5時半にね、お父さんを起こしてですね、空港まで送ってと言えるような方であれば、神戸の空港からですね、はい、5時半のシャトル、ベイシャトルに乗ってですね、関西空港に行くことが可能です。はい、ということでですね、7時台のね、ピーチ割と安いなと思ってね、買うこともね、僕ね、何回かあるんですけど、やっぱりね、アクセスがね、やっぱり朝7時台ってのはすごい大変だなと思って、安めのホテルにですね、南波で泊まったりですね、今回も新今宮泊まったり、まあそんなことしてるわけなんでございますが、多分ね、ピーチで朝7時台で移動しようとしてる人は、そんなにね、裕福に、2万円するホテルに泊まるとかですね、あまりないと思うんですね。となると、どこが一番アクセスが良くて朝移動しやすくていいのかなと考えると、まあ関西空港に全泊するっていうのも方法としてはあると思います。まあ、リンクタウンに泊まるっていう方法もあると思うし、まあ、途中の駅のどっかで泊まるとかですね、あるいは難波で泊まるとか、いうようなこともあると思いますけど、そう考えるとね、今やってみてそうなんですけど、もうコスパがやっぱり一番いいのは、やっぱりね、西成なんですね。駅で言うと、南海の新今宮というような感じで、今回ね、そういうね、ちょっと考察をしてみた動画でございました。なんかの参考になれば嬉しいでございます。はい、それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。沖縄楽しんできます。その後北海道ですけど